どこまで失敗できるんだろうって失敗を予測するわけよ。コツはこの失敗を大失敗、中失敗、小失敗って3つのレベルに分けてみるのね。Alright, thank you so much for checking out Chris's room. 恐怖がね、本当にもうガチ減る、もう恐怖かっ飛ばせるぞみたいな方法をこの間本田健さんから教えてもらったんですよ。暑いよこれね、マジ暑い。今ちょっとアイスパック入れて、暑いよね。甲子園よくやってられるんだよ本当に。みんな気をつけようぜ、暑いよ。よし、前回のビデオでお話したんだけどね、人生でね、罰がある、その正解と不正解、丸罰があるのはマジ大学の受験までなんだよね。まあ簡単に説明するとね、ドア扉が A、B、C って現れてきます。どっちを選べばいいのだろう、ね、でもね、この扉の中に正解は実はない、で外れも実はないっていうことを頭の中に入れといてね、正解があっても行きたい目的に近づくだけなんだよね。でそれを知ってるとパンパン扉を簡単に開けれるようになってくるんですよ。やっぱりね、失敗の恐れを外す方法っていうのが、まあ、ロジカル的にあるわけなんですよ。まあ、僕としてはこれすごいなって思ったんで、ね、これをみんなにシェアしたいんだよね。でどういうことかっていうと、やっぱりこうやって、いや正解はね、ね、いい方向に近づくだけだよってね、罰はないよ、外れはないよって言われてもさ、やっぱり行動って怖いじゃん。どうしても怖くなるよね。ね、この時にある考え方を入れてもらいたいんですよ。ね、それはね、ちょっと待って、ここに書いたの。失敗しても大丈夫な行動を取ることなんだよね。だからどういうことかというとね、絶対成功させないといけないっていう考え方を、いや、たまにはみんな失敗するのがノーマルだよって。でじゃあどこまで失敗できるんだろうって失敗を予測するわけよ。わかるかな。だからその行動を取る前にどこまで失敗できるんだっていうのを予測しとくのね。でここのコツは、この失敗をね、大失敗、中失敗、小失敗って3つのレベルに分けてみるのね。ね、例えばレストランに行ってそのデザートを選べない、ね、デザートいかないようにしますか、ね、チョコアイスとバニラアイスとショートケーキがありますっていうふうに言われるわけ、ね、中には選べられない人いっぱいいると思うんだよね。どうするって、まず大失敗を考えてみるわけよ。 OK、 じゃあチョコアイスで大失敗したらどうなるんだろう。大失敗できないわけよ、チョコアイス食べても、ね、バニラアイス食べても大失敗できない、ね、ショートケーキもできないわけよ。中失敗も難しいわけよ、デザートのレベルだったら。でも小失敗はちょっとあるかもしれないわけよ。実はあのお店は超有名なショートケーキのお店で、ね、チョコアイス頼んじゃった、あーバカだな、ショートケーキ頼めばよかったって。でそれが学びになるから、次また行った時にショートケーキを選べばいいわけよ、ね、そういう感じなんだよね。でこれをちょっと、これが小レベルの問題なんだけど大レベルにしてみるわけよ、ね、例えば仕事を変えるとか起業するっていう、このようなレベルに持っていきたいのね話を。例えばね、55歳でラーメン屋を起業したい人がいるとしようよ。でその人にはね、6歳の子供と12歳の子供と17歳の子供がいて、妻がフルタイムでワイフをやっていただいて、ワイフをやってくれてるから、ワイフって日本語で何て言うんだっけ、専業主婦で、収入がそのお父さんだけなのね、55歳のお父さんだけなの。で彼一人で奥さんと子供3人の生活をサポートしてるわけよ。でチョイスがこれなのよ。貯金2000万あって、でこの2000万全部を起業のためにお金を使うっていう選択なんだよね。でよく考えてみると、この人はラーメン屋さんでバイトしたこともない、ね、起業の経験もない、
ずっと中小企業のサラリーマンしかやってきたことがない、そういう経験しかない人が自分の人生の貯金2000万を感情的にラーメン屋を立ち上げるっていう夢があるんだって言って今投資しようとしてるわけよ。OK、ラーメン屋のやりたい人たち、俺全然リスペクトしてないからね。ラーメン屋をやるなっていうことじゃないからね。例で言ってるだけだけど。OK、Alright、こういう時にリスクを大中小って考えてみるわけよ。ね、まずは大から考えてみよう。リスク、失敗したらどうなる？相当やばいよね。ね、借金になって子供の生活がどうなるか分かんなくて、ひょっとしたら離婚になって子供が奥さんと引っ越ししていくかもしれないし、このレベルで考えて大失敗したら相当人生がきつくなるわけよ。ね、外れ、いや一応回復はできると思うよ。でもその回復っていうか相当きつくなると思うんだよね。じゃあ中失敗したらどうなる？ね、どうなるんだろう。ね、じゃあラーメン屋が、ね、売り上げが上がってくるまで、ね、じゃあ8年間かかりました。それが中失敗とかにしよう。5年から8年かかった。じゃあその5年から8年の間は相当厳しい生活になる可能性があると。で小失敗しました、ね、そしたら大丈夫だよね。ちょっと最初はうまくいかなかった。例えば売り上げが入ってくるまでに、ね、1ヶ月で売り上げ入ってくると思ったんだけど6ヶ月3ヶ月かかりましたとか、それだったら大丈夫なんだよね。だからこの人がこういう行動、この行動を取る前にこの大失敗を考えるべきなんだよね。でこの大失敗のリスクは自分で今取っていいリスクなのか、ね、このリスクは取っても大丈夫なのかって考えるわけよ。で多分普通に考えるとこのリスクはノーだと思うんだよね。ノーだと思うんだよ正直言って。じゃあちょっと違う例で考えてみようよ。20代の人が仕事が大嫌いで仕事を変えたいっていう人がいるわけよ。でこの人の給料は月20万円で、で朝のもう本当に9時から夜の11時12時まで働いてて満員電車乗ってて通勤時間が1時間とかになるわけよ。で週末も働かないといけないで残業もない、まあ、いわゆるグレー企業っていうかブラック企業にいる人なんだよね。この人が仕事を変えたいと、ね、この場合のリスクはどうだろう。じゃあ例えばこの人はなんかもうちょっと緩い会社に入ってもうちょっと自分の時間が欲しいところに入る、ね、またはもうちょっと自分の才能を使える会社に移動するっていう感じなんだよ。 OK、 じゃあその行動を取る前にちょっと考えようぜ、リスクを。もしそういうちょっと時間が緩い会社っていうかもうちょっと才能で好きなことができる会社に入れなかったらどうなると思う？どうなる？まあ、正直なところコンビニでバイトする、または、まあ、引っ越し屋さんでバイトするとかどっかでバイトする、ね、で最悪の場合どっか友達に1ヶ月ぐらいさちょっとさ部屋そこら辺で寝させてくれないかっていうこともできるし、もう超最悪の場合だったら実家に戻って実家からバイトするっていう方法もあるわけよ。でそれがどのぐらい続くかって言ったら、まあ、最短1ヶ月か2ヶ月で、でも中の場合だったらなんか3ヶ月から6ヶ月。でも最悪の場合でも1年か2年経ったら、まあ、リカバーはしてるわけよ。で、これ20代の人が、ね、の目線で考えると相当なリスクを取っていいわけよ。なぜかというとキャリアがまだ20とか25年残ってるから、ね、イーロン・マスクって知ってる？イーロン・マスク有名だよね。テスラとかスペース X で、ね、人類を火星にマジ連れていく人だよ。もう本当にあの歴史の中に残る人だよ ね。彼が最初、ね、サウスアフリカにいたと思うんだけど、あの仕事探してたわけよ、ね、そしたら彼なんかコンピューター系でエンジニア系かなんかそういうプログラミング系の仕事を探してたんだけど誰も雇ってくれなかったんだって。でどうするかって言ったら、じゃあ自分で会社立ててみようって思ったんだよね。なんでそんなリスク取ったのって言って、リスクないじゃん。だって会社うまくいかなくても
それってね、2年間でね、うまくいくか、うまくいかないかって分かるし、うまくいかなくてもちょっとした借金があって、それなんて長期的に返せばいいし、別のところで仕事を見つけるだけじゃん、みたいな感じなんだよね。で、どういう会社を建てたっていうと、まあ、有名な話だからみんな知ってると思うけど、ペイパルだよね。なので、本当に行動を取る前に、大失敗はどのような大失敗になるんだろう、中失敗したらどのような中失敗になるんだろう、小失敗したらどういうことになるんだろう、でこれを全部あらかじめ行動する前に考えて、でその大失敗してもこのぐらいのリスクだったら大丈夫だなっていうことを理解できれば、その行動は取ってもいい。でもその大失敗でそのリスクは取りたくないって思ったら、その行動を取る前にちょっと変えてみるっていうことなんだよね。 Alright you guys、ね、勇気を持って本当に良くなっていくと思います。 I love you guys and I will see you in the next video。 ありがとう。じゃあねー。